日本栃木県宇都宮市宮未来宮未来は栃木県宇都宮市の地名。定番を持たない単独町名で住居表示実施済み区域。郵便番号は321-0969。宇都宮駅東口再開発事業で開発が進められている地区の通称であり町名でもある。ホテルや商業施設などを含む21階建ての 高層複合ビルが2010年より建設される予定であったが、リーマンショックに伴う景気低迷の煽りを受け、清水建設をはじめとする大手ゼネコングループが撤退したため、事業は振り出しに戻った。以降暫定利用として、マンションのモデルルームなどが設置されるなどしたが、2017年度より基本方策が策定される予定となっている。 宇都宮ライトレールの整備と連携した開発が予定されている。宇都宮駅東口地区整備事業は、人、物、情報などの交流と賑わいの創出、都市の魅力の向上などに資する多様で、高事な都市機能の導入や、県との顔として、風格のある象徴的な都市景観の形成を目的としている。二千十八年六月十一日宇都宮駅。 東口畜生備事業者選定委員会において審査が行われ優先交渉権者が決定された。今回の提案においてはグレードの高い式タイプのホテルや専門病院の導入などが提案されている。コンベンション施設については大ホールを1階に配置。交流広場と連続性を持たせることにより屋内外を活用した一体的なイベント開催を可能とするとともに 1.2 1階の服装配置とし、東西自由通路と LRT の停留場の両方からのアクセス性を確保するなど、効果的で利便性の高い施設配置が提案された。施設外壁への大屋石のダイナミックな活用、交流広場への水盤の設置や複層会への植栽による積極的な緑化など、県との顔にふさわしい存在感のある魅力的な 都市景観の形成が提案されており、当地区の整備方針等を十分に理解した提案となっている。決定内容は、以下の通り、宇都宮を世界都市にする街づくりから全てをつなぐネットワークハブ構想。中央外区一複合施設地上14階ビル、コンベンション施設地上4階、交流広場。 中央外区に複合施設地上25階ビル、医療施設地上6階ビル、南外区分場マンション地上20階、市営自転車駐車場。今後の設計等により変更となる可能性あり。宇都宮駅東口の正面からは、絹通りが伸びており、市内やなぎ清原及び、羽賀工業団地方面へ向かう市内の主要幹線の一つである。また JR 宇都宮駅。 西口地区についても、以前に比べた小ながら、改善はされているが混在する過剰な看板広告が目に入る状態である。北関東最大の都市でありながら、駅前として、醜い景観25選の1位に選ばれてしまった、経緯があり、老朽化が著しい建物の乱立やの混在する、看板などで景観の悪化が深刻な状態であり、再開発が急がれている。 宮未来の名称は、宇都宮市による一般公募によって採用されたものである。2017年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。再開発事業は中途段階であり、2014年現在でバスターミナルの他は、交番や駐車場、餃子店店舗が点在するのみである。ありがとうございます。